ダミアン・ボナールはフランス出身の俳優。ダミアン・ボナールは1978年7月22日にフランスアレスで生まれた。パリでファインアートを学んだ後、ベルギーにて画家マルテ・ウェリーの下でアシスタントをしていた。ウィリアム・シェイクスピア、尺には刺しをの舞台を見て役者を志した。垂直のままの主人公、レオ役で2017年のリュミエール賞、 最優秀若手男優賞を受賞。また、同作で2017年のセザール賞、有望男優賞、トラブルウィズユーの類役で2019年の同、助演男優賞にそれぞれノミネートされた。主演の一人を務めた、レミゼラブルは2019年の第72回カンヌ国際映画祭コンペティション部門で審査員賞を受賞し、第92回アカデミー賞の 国際長編映画賞にノミネートされたほか、2020年のセザール賞、作品賞、オーディエンス賞を受賞、また本人は同賞主演団優勝にノミネートされた。COVID-19 によるフランスでのロックダウン以降、初のインタビューが6月8日、フランスカルチャーに掲載された。インタビュー、ダミエン・ボナー、プロフェッション、オクトゥール。 Miss Confidential 2019年12月1日閲覧ダミエン・ボナー J.I. プール中音ファスユヌクロワシュール・エル・アートフランスカルチャー2020年6月10日閲覧ダミアン・ボナール IMDB ありがとうございます